すみません。なんでのっけから謝られなあかんねん。それぞれ自分の部屋で寝てたはずやろ。あれから何かあったの、ミアさん。はい、気づいてしまったのです。これから巻き起こる重大な問題に。おいおい、いきなり物騒だな。もしかして宇都宮ドームの住民が何かしでかすの？しでかすっていきなりどうして？カルトと化している可能性が高いからです。なぜそんなことに？全然意味がわからないのだけれど。昨日そのドーム住民と接触したのはこの人だけだ。そこは今は聞かないでおこう。彼らは人知を超えた力を盲信しています。そのような状況が出来上がってしまっているのです。そして昨日我々が助けたことにより、いつどこでキャンサーに襲われたとしても祈ればセラフ部隊が駆けつける。それが今や再現可能と考えているはずです。ってことはもはや怖いものなし。彼らは自由に振る舞えるのです。そんな。すぐ司令部に知らせようぜ。それはすでに終えています。だったら緊急の呼び出しもないのはどうして？318 30G 桐生宮は直ちに司令官室に集合。ちょうど来やがった。司令官室までちょっぱいで行くぜ。はい。おはよう。おはようございます。宇都宮ドームは封鎖継続中で、現時点では人号〇〇までとしているわ。封鎖後、ドーム内に目立った変化は見られないわ。司令部としても人員の関係上、このまま封鎖を続けるわけにはいかない。そこで緊急対応として立案しました。桐生さん。はい。本当に住民がカルト化しているか、あなたが宇都宮ドームを調査しなさい。ドーム内での行動を今回だけ特別に認めます。いいんですか？ただ、ドーム内ではそのお面を決して外さないように。それが守れるならです。守りましたも。 31A はドームまでの護衛を、宇都宮ドームまでの最短行軍路はキャンサーの密集地。通過には十分注意しなさい。了解。最短ルートはキャンサーが密集してるって言ってたけど、気にしてる場合じゃねえよな。はい、急ぎましょう。
参りましょう。あれは、参りましょう。やったるか。行きましょう。敵です。この国の文化を守るため、やってやりましょう。密集地帯って触れ込み当てじゃなかったか。回避するか。ドームにつながる道を回避すると封鎖解除までに間に合いません。じゃあ一旦ここいらのキャンサーを相当する。速力重視で行くぞ。了解です。出ました。一気に片付けるぞ。
こいつは効くぜ。会員募集中です。この調子で相当続けよう。ゴヤおい、くそ、もちろんです。締め切り
黒焦げにしてやるぜ。結局切り刻むんだけどな。会員募集中です。ルカ、ここら一帯はあらかた掃討できた。そろそろドームに向かった方がいい。よし、急いでドームに。一体も逃した。血が騒ぐの。どこまでも進んで僕に力を。災いが降りかかるでしょう。この一体だ。あれほどの数をこんな短時間で本当に強くなられましたね。ん？ちょっと待て、通信が入った。こちら司令部七瀬です。茅森さん聞こえますか？こちら 31A 茅森ルカ、どうしたの？七海、宇都宮ドーム近郊北西方面にキャンサー集団の出現との速報が入りました。至急現地に向かい、これを撃破してください。了解。この場所ならすぐ。ああ、急いで片付けよう。そんな。参りましょう。これくらいのピンチ、 31A は何度もくぐり抜けてきたさ。ザッツオーライ。それ意味分かって使ってんのかな。悪人機はギリギリを楽しむ美味しいシチュエーション。エリート
校の活躍の場、とても美味しいわ。サイキッカーにデフレクターなんて関係あれへん。サイキックでいてこぼしてる。眩しいほどの頼もしさ、こんな短期間にすごい。30G はどんな困難な局面も白川さんを信じ乗り越えてきました。部隊長はあなたです。同じように今はあなたを信じて戦います。ユイナ先輩と同じようになるのは光栄だね。部下、どう戦う？小型の中に大きいやつが混じってる。まずはあいつから倒そう。おとといの奇襲作戦と同じだ。攻撃で先制して一気に近接戦に持ち込む。周囲の小型は無視するんか？小型はここまで散々見てきた個体だ。そう強くない。ああ、だから強力なのを落として相当戦に移る。それでどうかな？今回は光栄が3人いる。いけると思うぜ。皆さんもそれでいいかな？はい、私はあなたを信じて戦うのみです。よし、それじゃあ行くぞ。
今です。よし、畳みかけるぞ。おりゃ、はっ、ほらよ、邪気を払いましょう。そこだ、はっ、おりゃ、ついに着いたな。ここが宇都宮ドーム。なかなかに立派なドームですね。だけど中に入れるのは桐生さんだけ。その通り、私らはここまでだ。あとは皆さん任せたぜ。はい、行ってまいります。ありがとうございました。おかげさまで十分勘は取り戻せました。はっ、なんか一瞬やったな。うん、あっという間だった。もういなくなるだなんてね、正直寂しいわ。基地ではまた会えるさ。キリュウさん、これからもセラフ部隊は一緒ですから。だから安心して行ってきて。ヤーさんならできる、私は信じる。だからさすが先輩ってところ見せてきて。はい。お疲れ様です。連絡は受けています。こちらから中にどうぞ。
会話内容はリアルタイムで司令部にモニターされているのでご承知おきください。はい。ここがドームの中。まずは住民の話を聞いてみよう。あれはセラフ部隊員じゃないか。セラフ部隊員が来たぞ。嘘、本物か。あんな綺麗な人がこのドームに現れるなんて何年ぶりかしら。サインちょうだい。まるでスター。次々に人が寄ってくる。私は名乗れませんが、皆さんの想像通りセラフ部隊のものです。今はあなたたちと話がしたいんです。ああ、いろいろ聞きたいんだ。実際のところキャンサーってのには勝ち目があるのかい。あの瞬間移動みたいなのどういう力でやってるんだ。ねえ、基地の中ってどうなってるの。この方見たことない。桃源郷って言われてるけど本当にそうなの。質問の嵐。私は話が聞きたいだけです。とりあえずもてなすんだ。酒だ、酒を持ってこい。ねえ、あなた成人してるの。こんな時代に何細けえこと気にしてんだよ。宴だ宴。なんでだよ、こっちからじっくり話を聞きたいんだよ。サインちょうだい。悠長にしている時間など与えられていません。私は特別な任務を得てここに参ったのです。その貴重な時間を無駄にさせないでください。でもこんな機会二度と訪れないかもしれねえんだぞ。ちょっとでも時間をくれよ。頼むよ、まずそのお目を取ってくれよ。ちゃんと顔が見たい。すごい美人さんな気がする。ダメだ、この人たち相手でも話にならない。セラフ部隊はあまりにも稀有な存在。この男どもは私が押さえつけておくから行きな。ありがとうございます。でも目的もなくドーム内を歩むわけには。ドームに一人しかいない飛び職のこの悪かった足も治ったの。彼に話を聞こう。あの、飛び職の方はどちらに。天馬くんね。オッケー、こいつらを持ち場に戻したら私が案内してあげる。あの足場の上で作業している子よ。天馬くん、お客様よ。気づいたみたいね、降りてくる。じゃあ私はここで失礼するね。助かりました、ありがとうございました。いえいえ。わあ、すげえ艶やかな格好してる。ここの人じゃないね。はい、セラフ部隊員です。そんな人がわざわざ僕なんかに会いに。どんなご用で。この方は落ち着いて話してくれる。あなたは神様の存在を信じますか。心では信じてるよ。乗り越えられない試練は与えない。だからこそ今を耐えられてるんだ。耐えている、神様の存在を信じてなお耐え忍んでいると。そりゃあドームでの暮らしは貧相で不便で決して快適なものじゃない。でも昔みたいな暮らしを取り戻すためにセラフ部隊のあんたたちが日々戦ってくれてんだろ。はい、その通りですが、この方はカルト化せず質素に生活を送っている。信じると言ったら神様なんかよりむしろあんたたちの方だよ。セラフ放送には勇気づけられているよ。
あんな化け物相手にすげえな。話はそれだけ？あ、もう一つ確認しておきたいことがあります。何？あなたは足を怪我してしばらく仕事ができなかったと聞いています。その時の症状を詳しく伺いたいのです。そんな話を？はい、大事なことなのです。3年前かな。ただの骨折だよ。3ヶ月ぐらいで治ったかな。たった3ヶ月で？何驚いてんだよ。誰だってそれぐらいありゃ治るさ。何年も働けなかったはずでは？いや、3ヶ月後には仕事に復帰してたさ。これはどういうこと？セラフ放送が長く映らなくなった時期、それはどれくらい続きましたか？肩が来てるからよく映らないでいることがあるけど、電気工が応急処置するのに長くてまあ半日かな。違うのよ。何年も前に仕事中に転落して大怪我を負ったの。その日以来肉体労働はできない体になっていたの。それでドームはずっと困っていたの。時間の概念がまだまだあるわ。セラフ放送が長く映らなくなった時期があった。電気工にも直せなかったの。おかしい。だったら猛吹雪の中どうやって格子を守ったのですか？それもよくあることさ。人肌で温めてやるだけ。そんなに猛進とは人を変えるのだろうか？ああ、それって全部さ、紫のストール羽織ったおばさんから聞いた話だろ？ええ、はい。ここじゃみんな祈祷師さんって呼んでるよ。祈祷師さんは超常的な力を信じて外をほっつき歩いては祈ってるらしいね。あんたたちに迷惑かけていないといいんだけど。それは大丈夫です。よかった。ありがとうございます。仕事の邪魔をしてすみませんでした。いや、こっちも天女みたいな人と会えて光栄さ。歪みは一人だけに起きていた。天馬さんの怪我は実際は3ヶ月で治っていた。でも3ヶ月だと自然治癒としか思えない。長い時間治らなかったと思い込むことで自分の祈りのおかげだと信じることができた。セラフ放送が長く映らなくなったのも実際はわずかに半日だった。それも長く映らず、自分が神社で祈ったタイミングで治ったと信じたかった。格子も祈らずとも、住人が温めて生き延びていた。でも、自分が祈ったことで助かったと信じた。すべては、神を、己の中に顕在化するために。伊藤さんと話さなければ。こんなところにいたんですね。また会いに来てくれたのかい？嬉しいね。伊藤さん、私はあなたの中の時計を正したい。まるで狂ってるみたいに言うね。すみません、失礼な物言いでした。いいよいいよ、そういう扱いをされるのは慣れているからね。きっと心が弱かったんだろうね。私は信じる心、それだけは大切にしてもいいと思います。でも信じていいのは心だけです。思うだけです。行動したらダメってことかい？そうです、あまりに危険です。世界は変わり果ててしまった。そうだね。
化け物がはびこる恐ろしい世界だね。必ずや我々セラフ部隊が取り戻してみせます。だからどうかその日までは行動に移すことを控えください。ここでみんなの世話になってのんびり過ごしてりゃいいのかい？はい。それはそれで茨の道じゃないかね。こんな小さな共同体でさ。親御さんは？父はあいつらに戦いを挑んで散ったよ。母はドームに避難してからは音信不通さ。ならここでずっと腫れ物扱いをされ続ける祈祷師さんだなんて、やゆもいいところだ。家族もいないこの場所で。ですが、生きて生きて生き続けてください。我々も戦い戦い戦い続けますので。あの子ならまだ生きてると思うんだよね。いつか会えると信じ続けていればいいのかね。あの子とは息子さんですか？私は未婚だよ。姉のことだよ。きっとご存命です。希望を捨てないでください。ただ、二人で一緒にいられたのはもう30年以上前のことだ。あまりに長い時が過ぎちまった。ということは、今では50歳くらいだろうか。そうだ。セラフ部隊なら可能かもしれない。あんた、探し出してきてくれないかい？その、お姉さんをですか？それしかないだろう。それは叶いません。我らは戦うことに賢明でいなくてはなりません。そっちに忙しいってかい？はい。そうだ、あれだけ強かった子だ。セラフ部隊の一員になってるって可能性はないかい？その可能性はない。もしそうだとしても、先輩部隊にあたる2級犬以前の部隊は全滅。ないのかい？いえ、念のため名前を伺っておきます。お教えください。桐生ミヤ。同姓同名。私はミヤちゃん、ミヤちゃんって呼んでたよ。ミヤちゃん、ミヤちゃん、ちっちゃくてもこんなに綺麗。
なはずは。年齢差があまりに開いている。伊藤さん、あなたの下の名前も伺ってよろしいでしょうか。伊藤美宇って言うんだ。美宇ちゃんは双子の姉妹だったんだけどさ、すごく悲しい事情があって両親の離婚後、母方についていくことになったんだ。あの子はきっとあれからもシャを続けて人生の境地に達して、そして今も戦っている。その自信だけはあるからさ、そのために父は懸命になっていたと。こんな世界になってから気づいたからね。邪魔をするな。全てはこの世のためだ。全てが重なりすぎる。あなたの弓道は中学生まではね。ご実家は京都府綾部市の小さな弓道場さ。何もかもが一致してしまった。私はミヤちゃんを置いて逃げちまったんだ。この感覚は何だ。まるで心が整理できない。おかしなことを言われ続けている。立っていられない。倒れた方が絶対に楽だ。そうすればヘリが迎えに来て、目覚めたら基地の病室だろう。解消はない。すぐ復帰できる。白川さんの言うことだけ聞いていればいい。それでよくないか。ミヤさんならできる。私は信じる。だからさすが先輩ってところ見せてきて。いや、よくない。いいわけない。どんなからくりかはわからない。でも、目の前にいる女性が、あのミウであることは事実なはず。それだけは、信じざるを得ない。あなたと別れた日からの私は。修学旅行の南東穴市に訪れたお土産屋で見つけたこけし。それがきっかけだったんです。それはそれは、すごくつつましやかで質素で趣があり、わびさびを体現したようなものでした。それを私はあの子のようだと思った。球形の頭部と円柱形の胴だけの単純な作りだったものに、手作りでカツラをかぶせた。手作りで着物を着せた。私は手作りでそれを衣装こけしにしたのだ。冬、初詣には艶やかで暖かな着物。お花見の時期が来ると桜色の着物を。夏、花火大会の日には赤い花が咲く紺色の着物を。それはそう、昨日も河川敷で花火大会があったのに行きたくなかった。クラスメートに写真を送ってもらってみたよ。二人で見たかった夜空で花火がパッと咲いたような着物。行きたかった、あなたと。行きたかった、あなたと。
の人生において愛した唯一の存在なのだから。ミヤちゃん、ミヤちゃん、ちっちゃくてもこんなに綺麗。だが今も着物とは程遠い質素な衣服をまとってつつましやかなままの姿でここにいる。すべては私の願望だった。私の自己満足に過ぎなかった。残念だったな。あいつは心が弱かったな。きっと心が弱かったんだろうね。ただでさえ心が弱かったのに、神様にすがらないと生きていけないほど世界は変わり果てた。両親もいなくなり、今や天涯孤独のみ。そこに唯一血縁関係にある私が現れた。私が守ってあげたい。すぐさま抱きしめて。大変だったね。もう大丈夫だからね。お姉ちゃんがいるからって伝えたい。今なら叶う。私の衣装も分けてあげたい。着せてあげたい。失われた日々を取り返すために。でも軍はそれを許さないだろう。今もこの会話は聞かれている。そもそもこの事実に気づいたことすらバレてはいけないはず。でもミュウの中の神様を空想に戻さなければならない。そして神様の代わりにすがれる新たな希望を託さなくてはならない。そうしなければまた祈るためにドームの外に出てしまう。果たして今の私にできるのだろうか。成功するだろうか。でもやるしかない。もう一度だけあの神社に行きましょう。ダメだって言ったばかりなのに、いいのかい？あの神社には小さいながらも弓道場がありました。知ってたのかい？私には無理だよ。とても昔のようにいることなんてできやしないよ。私がいます。まさかあの子の真似をしようって言うんじゃないだろうね。そんなむしれなことしてみてごらんよ。私はあなたを一生恨むよ。安心してください。決してそのような真似はしませんから。始まりはここで、この場所を見つけたことなの。懐かしいね。私とて実際の弓を射るのは久々。練習もなしに当てられるだろうか。まさに弓道には正射必中という言葉があります。正しい射であれば必ず当たるが、当たる射が正しいわけではないという意味です。私が解いておいて、何私がそこに陥っているのだ。当てようなんて考えなくていい。ここは壮大な草原だ。モンゴルあたりの
木なんて生えていない。遠くに一本の綿毛を蓄えたタンポポだけがある。私はその種の旅の出発を手伝うだけ。社法八節。足踏み、左足を的へ踏み出す。胴作り、顎を引き、腰を据える。湯構え、取り掛け、手の内、物見を行う。打ち起こし、ゆっくりと雄大に。引き分け、弓を的に向け、第三を取る。回、ひたすら無限に伸びる。離れ、丹田に満ちた気を一気に外させる。そっかな。私は自分のじゃなく、ミヤちゃんのツルネだけ聞いてたい人生だったな。どうして。斬新、余韻を味わう。なんで、どうしてなの。あの人全く同じだよね。真実は言えない。私だってこのからくりは分かっている。私はあと30歳早く生まれていれば、あなたと仲良くやれていただろう。あなた、ミヤちゃんなのね。あなたなのね。どうでもいいけど、ちょっと気になるセリフ選手権。今思いついた私のネタでした。もしかしたら無限の宇宙。
のまま終わり。